今ね2020年になったばっかりだよ、はい、2020年になったばっかりだけども、はい、本当に時間が経つのが早いから、はい、本当に異常なまでに時間が経つのが早いので、はい、早いってことはもう気がつけばまた2020年の年末ですよになってますねそうなってますだからそうならないうちにもうやるべきことは やっとかなきゃいけないそうですねうん人生は時間との戦いだからそうですねだから実践もスピード感を持ってそうだから僕はいつもねピッパの法則っていうわけですよピッと感じたらパッと行動するっていうねだから人生はさもういろんなことがさ第6巻で降りてくるよ直感でうんうん例えばあの人に連絡しなきゃとかさこの人に連絡しなきゃとかさありますねこの仕事をこなしとかなきゃとかさだ面白いな直感ってさ僕はすごい面白いと思うんだよね だって全然関係ないことを考えててさ、はい、関係ないことを仕事してるとかいろんなパターンあるけども、うん、全然関係ないことをしてるのにもかかわらず、はい、あの人に連絡しなきゃとかさ降りてくるじゃんまます来ます、ね、あれはさすごい不思議なんだよね。う あれはすごい不思議な現象だよ、僕はこれ、小学校の時からずっと不思議だなと思ってた、全然関係ないことしてないのに、どうしてそんなことが降りてくるんだろう、例えばさ、学校行くときにさ、あ友達と一緒にしゃべりながらさ、ガンダムの話とかしながらさ、昨日のガンダム見たみたいな感じでさ、話してるのにかかわらずさ、急にさ、やべえ、上履き忘れたとか思います、思うでしょ思います、思います。 すすごく思いまだからその直感っていうのがさ、本当にそれ直感が下りてきた瞬間に、すぐ行動しなきゃいけないんだよ、そうですね、そう、だからよくさ、チャンスの神様っていう話があるよ、ああ、ええ、チャンスの神様、はいはいはい、チャンスの神様は前髪しかないとかさ、チャンスの神様は後ろ髪しかないとかさ、いろんなパターンがあるじゃん、あれね、僕はね、実はチャンスの神様ってさ、誰も見たことないじゃん。ないですね ないす誰見たことないでしょ僕も聞いたことはそうないですねで僕ね人一度だけ見かけたことがあるんだよえどこにいたんですか <laughs> チャンスの神様なんかその見かけられるもんなんですよそうチャンスでーすって来るんだよ <laughs> まあまあなんかちゃんと来ますね<う>ちゃんと来ますチャンスでーすってさ でチャンスの神様って要するに前髪しかないとか後ろ髪しかないっていうけどもうそのチャンスが通り過ぎるときにどっちかの髪つかめねどっちかをつかめってことでしょだから僕は見てみたかっただってよく考えてみてチャンスの神様前髪しかないってとんでもない髪型だよなんでここだけ伸びてるのもうおかししいでょあとだよ あそうですあと坊主でここだけあるとかさロックすぎる後ろ髪しか後ろ髪しかないもおかしいでしょ後ろ髪しかないもおかしいでんょでその髪型絶対的におかしいんだよそうですねチャンスの神様がなんか本当に女性だった時に不憫な気持ちになりますね誰が言い出したのかわかんない絶対あの話はさおかしいから作り直した方がいいんだよあそうですねだからどんな髪型しててさだってチャンスの神様性別もわからないじゃんそうですわかんないですね で皆さんはそのチャンスの神様っていう話を知ってるけど、はい、だから、本当、ね、そのチャンスの神様ってね僕見たときにね、うん、はいすっごい早かったの。早かったんですよチャンスの神様って、はい、もうね、あの亀みたいにもう堀ちえみたいにゆっくり歩いてるわけじゃないんですねすごいスピードで、すごいスピードで、すごいスピードでそのチャンスの神様が走ってくるわけ。ははははははい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 、はい、っていことは 一瞬ででまななきゃいいけしょはいそういうことです悩んでる暇ないじゃんはい悩んでる暇ないですだから来た時にね一瞬顔見た見た見た髪型はどうでした瀬戸内弱小だったわあつるつるですねつかめないよつるっつるですつるっつるですしかも足がめっちゃ速いんよめっちゃ速いですねめっちゃ速いボルトより速いのボルトより速いです世界に超えてますねだからもうタックルして止めなきゃいけないんだよああそうなんですね だからそれぐらいピッと感じたらパッと行動するってことだよ。 反射神経で答えを出さないといけないだから例えばあの人に連絡しなきゃこの人に LINE 返してないこの人にメール返してないこの人に電話しなきゃっていろんな情報が降りてくるでしょだからこれ降りてきたら10秒以内なんだよあ十10秒ってだからそのタイミングっていうのはばっちりなタイミングでしか直感が降りてこないからだから降りてきたらすぐやるだからピッと感じたらパッと行動する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 あなかなかの長さでだからこれじゃないと人生はうまくいかないんだよ だからほとんどの人がピッと感じてもうんーどうしようかなって考えてるからす通り過ぎていってしまうわけでしょはい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 だから直感が降りてきたらすぐ行動するっていうのが一番運気の上がる方法ですよそれがなんか波に乗ってるそうそうそう,うちのリズムに乗ってる状態にだってそのタイミングでさあの人に連絡してないとかこの人に連絡してないとかさ、うん、おかしいでしょ考えられないですねだって全然関係ないこと考えてんだよふっ、はい、て降りてくるじゃん直感ってそう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 やべあの人に連絡してないとかさ、はい、あのメール返してないとかめっちゃあります めっちゃありますよくあるじゃんはいめっちゃありますだからこれはまさしくそのタイミングでしかうまくいかないんだようんだからこれをずっと繰り返すってことだよあ,あそうなんです、ね、これをずっと繰り返していくと人生はうまくいくんだよあ,あなるほど何回かそのピッと感じてパッと行動するよう繰り返していくうちに、うん、そうそうそう,そうちゃんとした波に,乗る波に乗っていけるよね、はい、うまくいくようになっていくですねそう,そう,うわこれ一番初めにやってほしいことかもしれないですね だからいろんな情報とか直感降下りてくるけどもやっぱ直感ってメッセージだからこのメッセージをすべて行動していく実践していくっていうことが大切になってくるよねそうですねすぐ感じてすぐ行動だから実践ですねそうそうそうだからこのピッと感じたことをすぐに行動に移していくっていうことを繰り返していくってことねこれを繰り返していくうちに運気も良くなってくるしなんか自分の身に降りかかってくる現象っていうのも変わってくるんだよね だから先延,ばしていい先延ばしにしていいことなんか一つもないんだよねなるほどだからああよかったあれ先延ばしにしといてよかったとかあんまりないじゃない、うん、聞いたことないですね、うん、あんまりないんだよ、はい、確かにそうですねだから先にやるってことなんだよねあ<ー>だから2020年はもうどんどん降、はい、りてきたことをこなしていく降りてきたら行動降りてきたら行動っていうのを繰り返していくってことだよね、はい、そうですね、うん、先延ばしにしないそれがどんどん自分の運気が上向きになる方法ですねそうそう ありがとうございます。うん、絶対やります。はい。